ノーシャーペンです。今回はいやちょっと今真珠の聖域が完結しまして、完結というかクリアしまして、満身創痍の中なんですけども、モン玉引いていこうと思います。いつまでこれ29か引いておこう。マジ疲れた。これ満身創痍の中何が出るんだ。今回魅力とガブ、いやーちょっともう両方持ってるな。あ、でもガブ一体持ちだからガブ2体でもいいな。魅力はちょっといいや。ベルベルがいいですね、今回。ただ、ちょっと、頑張ったあれを欲しい。ご褒美。ちょっとこの、後ろに真珠の振りかけくっつけたいですね。よー。あ。もうなんかリアクションできなそう。はい。いつものガチャですね。焦点合わないもん。おわ、なんで。なんで、あ、これ出るんだ、まだ。まだというか、もう、シャトルでしたっけ？いや、シャトルもいいな。持ってるんですよね。アマテラスに強いキャラで。いやー、だったら、あ、バッテリーもないし。バッテリーもなければ、まあ、どうか使うタイミングもないだろうな。アマテラスでも終わりな気がしますからね。あと、ゲージは？あ、いつもベルベルベルよし、ここベルならいいや。はい。明日の、多分、真珠振り返りの僕に続きます。頑張ってください、僕。はい。はい、というわけで、本当は土曜日に投稿しようとしたんですけども、もう疲れ切って何もできず、日曜日。なんか声もおかしい気がする。サイロンエリアの振り返りなんですけども、全部振り返ると長いと思うんで、難しかったトップ3発表しようと思います。まあ、3位。サイロン1。これ確か所要時間が1時間ぐらいですかね、確か。アーカイブを見たんですけども、個人的には結構カンカン系得意で、どっちかといったら、パンニの2とかも2回目ぐらいでいけて、初見でラスゲ行ったんですけども、やっぱこれ上のフード、この勝利になんか手こずってなぜか、このせいで結構3回ぐらいやられましたね、ラスゲで。なんでだろうって、まあ、結構配置も下手なんですけど。で、途中で視聴者の方から、ベガの神化いいよっていう助言をいただきまして、ベガ使ったんですけど、本当に強くて、一部の敵、それこそフードのやつとか、今何もできないんですけども、まあ、開始にいたんで大ダメージを与えてくる価値の勝利やら、あとも対エンマテンは火力を出せますし、魔王キラーあるんで、まあ、それだったり、あとは味方のサポートも、加速のかける2でかなり、よかったりとかなり優秀でしたね。助かりました、本当に。で、それで、得意なカンカンゲーで1時間っていう。割とちょっと、悔しかったですね。で、2位が、アスト1。まあ、ここは確か2時間ぐらいでしたね。で、結構スレイヤーのクエスト舐めてて、まあ、さすがにここは、前哨戦だと思ってたんですけども、完全に足元救われましたね。とにかく硬いと。いや、本当に硬いクエスト苦手なんですよね。まあ、得な人もいないと思いますけど、イザナミハテナもそうで、なんかモチベーション続かないんですよね。ダメージを与えてる感覚がないというか、まあ、そのせいで結構、そがれますし、やる気を。で、あと最近のゼルフで初登場したパネルがもうすぐ登場して、味方に触れると攻撃アップなんですけども、味方に触れた後にパネル踏んじゃうともう攻撃上がんないと。他の味方当たっても意味ないんで、済みますし。だからパネルも避けたいんですけども、結構敵が毒とか混乱とかめっちゃ打ってくるんで、パネルを踏まないとダメージを食らうっていう、もうなんか、これ葛藤と言いますかね。攻撃を取るか、回復を取るかっていうこの判断の難しさもありましたし、あと知識不足でしたね、本当に。友情コンボ。味方に触れて攻撃が上がった後に爆発のキャラに当たって誘発させると、その友情コンボに倍率が乗ってすごい火力出るっていう仕様を完全知らなくて、なんかたまにサラマンダーがすごいダメージ出してて、なんだこれって思ったんですけど、これだったんですよね。これが完全に抜けてた。だから結構この友情コンボ戦法って割といけるらしくて、なんならロールライでも OK らしいですね。誘発キャラ2体とロールライ。まあ、火ダメはえぐいですけど、押せるらしい。で、結局成功法でやって、サラマンダー2体。まあ、サラマンダーも強かったですね。サラマンダー2体、ガリレオ、アシュラ。でやって、まあ、結構かかっての、割と悲惨な死も多かったんですよね。これはぜひアーカイブ見てほしいんですけど、マジいろんな死に方をしたんで、メンタル削られていって、まあ、なんとかクリアしたって感じでしたね。ここは本当に、やめそうになりました、放送を。まあ、という2位。で、これを超える1位が、サイロン3。さすがに今回最高難易度でしたね。これまでのレキオン2、ガラゴーラ3、レベルのところですね。まあ、ここはやっぱりゴリラが左にあるクエストでして、まあ、闇のゴリラを倒すと5、6万食らうっていう、どこでもありますからね。爆弾抱えてるんでもずっと。まあ、そりゃやばいじゃんっていう。だから単にの SS ですね。あれ結構罠で、貫通変化した後反射に戻るんですよ、壁で。で、めっちゃ入れ番する、やっぱりSS。で、入れ番して闇のゴリラ倒して、押すっていうのは何回もありましたし。ただ本当にぐんぐんにアルファ助けられましたね、マジで。まあ、貫通なので敵に多く触れてから今後が斜面を最後に、弱点スパッといくと結構削れますし、
あとは加速ではサポート。これちょっと、たまに怖い場合もありましたけど、闇のゴリラが。あと SS もこれ火力は出せないですけど、当たったら確定麻痺なんで、即死とかも回避できますし、闇のゴリラに当てて、倒せば、白爆も回避できるんで、いろんな使い方があって、まあ、軍割りはちょっと、ありがたかったですね。ただ難しかったですけど、ほんと個人的に楽しかったですね。ダメージ入るときは入るんで、がっつり。これはモチベーションがあった。ただ、僕勝ったのマグレなんで、これもほんとアーカイブですね。ほんとに、いろいろ見てほしい。まあ、これもちょっとマグレ勝ちしてしまって、多分成功法でやってたら、もっといってたんではないかなと思いますね。2時間なんですけど、いや普通に4、5時間はいってそう。でも大多数だと思いますけど、ここがやっぱ最難関でしたね。はい、トップ3でした。で、あと結構毎回いる気がする MVP ですね。前回が確かベルフェゴール。で、前々回がミロクですかね。で、今回はちょっと割とばらけてたんですけど、やっぱりちょっと注目というか、目立ったのはリン2ですかね。まあ、普段の境遇から考えて、だいぶくすぶってましたけども、今回、リルディ2、3で暴れてましたね。まあ、特に2はほんとすごかった。すでにクエスト壊してましたの。弱点封印を解除せずとも通るっていう、まあ、まさにあれは完全にリン2を意識して作ってありましたね。やっぱり真珠とかこうやって、普段使わないキャラクターを使えるってのがいいなと思いますね。というわけで、まあこれを入って、真珠聖域クリアタイムは10時間、11時間とかだった気がしますね。まあ本当に結構かかった方なんですけど、僕、歴代で真珠の聖域とか近畿の極みたいな、めっちゃ難しいクエストを放送して、全クリしたことなかったんで、今回初めてできて嬉しかったですね。だからもう真珠はリベンジしたんで、近畿。多分今年あると思いますけど、もう一回。これもクリアしたいですね。ただ本当今回クリアできてなんか自信がついたというか、希望が見えましたね。というか、真珠の聖域サイロンエリアの自分語りでした。まあよかったらコメントか皆さんの、クリアパーティーやら、感想とか、いろいろ待ちしております。あと、ついでチャンネル登録をしていただけるとこんな感じで、毎日放送とか投稿したんでよかったら登録していただけると、これから頑張っていくのでどうか、よろしくお願いします。では、ご視聴、ありがとうございました。さよならの聖域。